いい？頑張ります。戦いにしよう。さてと、おりゃ！よし！覚悟はいいか？横一文字切り！頑張ります。シチュー刺激弾いくよ。幸運の風よ、切れられよ。覚悟はいいか。おう、負けません。聖火の光輝きたまえ。行きましょう。光さてと、行きましょう。光覚悟、よっ上がってきな。シェイ、私の番。商人だからって甘く見たでしょ。
いいか。そうだ。ありがとう。
レサよ。ふむふむ。なんだ。これは。Thank you.
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。世にも希少な。いらっしゃい、世にも希少なヘクセン石だよ。さあ見てってよ、隣の女より安くしとくよ。なんですって。隣に店を出すなんて、売られた喧嘩は買ってやろうじゃないの。美しい。しかしお隣と同じ石のようだ。何か違うのかね。同じ石でも純度が違うよ。よく見てみな。透き通って奥まで見える。不純物がない証拠さ。綺麗なもんだろ、ご婦人。あなたの瞳には負けるけどね。まあ、なのよ、あいつ。ところで旦那、娘さんがいらっしゃるね。その人形、ボルダーフォール製だろ。高貴な娘さんが欲しがる一品だ。その通りだ。わかるぜ、娘には最高の土産を持って帰ってやりたいもんさ。だけどその人形で本当に満足かい。この石は俺の技術で磨いた一級品。見てくれよこの輝きを。娘さんはこの光を見つめて毎日こう思うのさ。お父様はどうしてるかしら、どこを旅しているのかしら。ねえ早く帰ってきてお父様。どうだい旦那、もう悩む理由なんてないだろう。確かに娘の喜ぶ顔が浮かぶようだ。面白い少年だ。一つもらっていこうか。毎度あり。さあご注目ご注目、世にも珍しいヘクセン石だよ。ここでしか手に入らない希少な石、価値は俺が保証するよ。私にもくださいな。うん、一つ譲ってくれ。毎度あり。いやー繁盛繁盛。おや、お隣さんはずいぶん寂しいな。今回は負けを認めるわ。へへへ。下ってあんなにうまく回るものなのね。へっ、お宅の下は見せかけかい。お客の心も財布の紐も商人の言葉次第さ。何よそれ、調子いい言葉ばっか並べて。本当にいいものを見極めて提供するのが商人でしょ。客食と言ってくれよ。お客も満足してるだろ。でも商人は言葉が武器だ。覚えときな、もやし女。
トレサさん。しょうがないな。ところで、いいね。そんで、で、へえ、いいか。おいおい、おい、
なあ。ちょっと。オマール。おい。ああ。Yes. Oh. トレさん、